そうしましたら衆議院でも戦っていただきました日本共産党の本村信子さんからアピールをどうぞよろしくお願いします。はい、今日参議院の法務委員会でこの改悪入管法案強行採決されたことに強い憤りを持って抗議をしたいというふうに思います。石川大我さん、そして二比総平議員、本当に頑張っておられましたけれども、真実を明らかにすることなく、そして国際人権法違反をする状態で採決をするなんてありえないのではないでしょうか。まず真実を明らかにすること、そして国際人権法をしっかりと守った法律にするべきではないでしょうか。ウィシュマ・サンダマリさんが2年前の3月6日お亡くなりになりました。このことを受けて私たちに問われているのは、命や尊厳を軽視した入管行政を本当に変えることができるかどうか、変えることが必要なんです。しかし一番大事な根幹の難民審査においても、いい加減な審査が行われてきたのではないかということが、審議をすればするほどどんどん明らかになっていったのではないでしょうか。大量に難民審査をしている難民審査参与員のお二人の方が見えます。衆議院の2021年の参考人質疑、そして今回の参議院の法務委員会の参考人質疑に出られておられましたけれども、一人で1年間1000件審査をした、1年半で500人対面審査した、一人たりとも難民不認定で間違って送還してはいけない、そういう審査をする人たちの言葉が信用できないのではないでしょうか。一人一人本当に慎重に審議をされたのか、このことが本当に根底から崩れている。もう一人の大量に難民審査をした参与員の人は、難民審査認定の申請書のところにその他というところをチェックしているという人は、自分から難民じゃないと言っているようなものだというような発言もしておりました。私その後衆議院で審議をしたんです。その他にチェックを入れている人は、その中にも難民がいるんじゃないかということを質疑いたしましたけれども、法務省でさえその他の中にチェックを入れていても難民と認められる人はいるんだと、よく分からずにその他にチェックをしてしまったけれども、その中にも難民と言われる人がいるんだということが審議の中でも明らかになっています。一人たりとも難民不認定を間違ってはいけない、そういう難民参与員の人がそんないい加減な発言をしている、一人一人がやっぱり慎重に審議されていないんじゃないか、そのことを疑わせるのがこの間の論議でした。で、その一人一人の難民審査参与員がちゃんと審査をしているかを検証したいと私たちは思って、石川大我さんや皆さんと他の立憲民主党の皆さん、そして日本共産党令和新選組の皆さん、そうした社民党の皆さんと一緒にですね、沖縄の風の皆さんも一緒にですね、ヒアリングなども行わせていただいておりますけれども、しかしそのこと自体の資料が出てこないわけです。それさえ審査ができないわけです。難民審査という最も大事な大事なこの法律の根幹でもあると思いますけれども、そこの部分でこれまでどうやってやられてきたかっていうことさえチェックができないんです。そんな段階で採決などできるはずがないじゃないですか。難民審査、この難民認定の関係で、1回目から送還されてしまう方もおられる、そして3回目以降は送還可能だとなっている、そのこと、この今回の法律が通ったらどうなるのかと
絶望している方々が多くいらっしゃいます。昨日弁護士の方からもお話をお伺いしましたけれども、この法律が通ったらどうやって守っていけばいいのかということを頭を抱えながら本当に苦悩している姿を私は目の当たりにいたしました。この法律は長年人権を救済しようと、人道上難民を保護しようと頑張ってこられた、そういう方々を苦しめています。当人当事者自身も、そして支援者自身も苦しめています。こういう法律をみんなの力で最後まで諦めずに廃案に追い込むために私も全力を挙げていきたいと思っています。そしてこの法律、この改悪法案を通す前に入管庁にはやることがあります。ウィシュマ・サンダマリさんの問題でも、私はウィシュマさんが、亡くなる1ヶ月以上の前から、1月28日の段階から今の入管の医師は私の話を聞いてくれないと、外部の病院に連れてってほしいって泣きながら訴えていました。しかしそれが叶わず、1月30日に第三者の視察委員会に手紙を書いているんです。そのウィシュマさんの生の声、その手紙を出してほしいと、そして295時間のビデオを出してほしいと、15の資料を出してほしいということを訴えているわけですけれども、これは国会が要請すればそれは対応しますということを法務大臣も一応答弁してるんです。しかし入管庁からいろいろ情報を得た与党がですね、その情報を出すことを認めないわけです。国会で法務委員会の理事会の中でこれは法、この資料を提出させるということを認めれば国政調査権を生かしてですね、この情報を出すことができるんです。そういうことも国会でできることもやろうとしない、そんな議員だったらいらないのではないでしょうか。そしてもう一つ、入管庁は昨年8月2歳の子供さんの在留資格を奪いました。在留資格を奪って、その子供さんは39度の熱が出ました。39度の熱が出ましたけれども、保険証がなくて病院に行くことができませんでした。この国は2歳の子供さんにも医療を受けさせないような、そんな国になっています。こんな状況をみんなで変えたいって思うのは当たり前のことではないでしょうか。特別に在留資格認めるからいいんだっていうことも答弁大臣していますけれども、だったら今すぐ子供さんの特別在留資格を認めるべきです。まず真っ先にこのことをやるべきです。子どもの権利条約や自由権規約委員会自由権規約にも違反をしている、国際人権法を下回るこの法律は廃案一択しかありません。最後まで諦めない、そして万が一のことがあっても私たちは手をつないで、そして命と人権を守るために超党派で引き続き頑張り抜くことをお誓いを申し上げ、心からの連帯とさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。本村信子衆議院議員でした。